今月レビューしていく予定のキットは少ないけど、早速レビュー予定のアイテム2つ目になるオプションボディパーツ G03 を見ていくよ。今回見ていくオプションボディパーツは、アルカカルティと同時に発売された G03 型のボディ。G の型番が指す通り、このボディはリシェッタのボディと同じサイズになっているため、このボディを使用したシスターは漏れなくリシェッタと同じ、現時点で最大サイズ。大人体型のシスターとして組み上がることになります。カラーリングはメインがホワイトで、サブカラーには首元や胸部装甲はくすんだピンク。ボディや各部リングには鮮やかなピンクが使われてる。見た目的には結構明るめで可愛らしい印象のボディとなっているよ。肌カラーは手や足向けとなる B タイプになっていることから、リシェッタ向けの G01、ルルチェ向けの G02 に続き、ようやく手や足を大人体型にできるボディが登場した。という感じになりますね。というわけで早速全体像ですと言っても、今回のボディも過去に発売された G01、G02 と形状自体はほとんど変わらないので、思った以上に話すことがなくてびっくりですね。まあ唯一変わってるところがあるとすれば、胸部装甲の形状くらいなもんだよね。今回のボディの胸部装甲はいつも通り素体付属のものよりもボリュームがあるのは共通してるけど、このくすんだピンクみたいなパーツでカバーがかけられたような感じになってることで、これまでのものよりも比較的目に優しいのがポイントかな。人の目はともかくとして、下手するとこういうのの画像を投稿するだけで Twitter とかでは軽い BAN を食らう可能性もあるらしいですし、こういう感じのはありがたいですね。そしてもう一つの特徴としては、今さらっと出ていたくすんだピンク。そう、この G03 ボディはサブカラーが2つあるというちょっと珍しいボディなのですね。そうなんだ。なんかそういう細かいところで特色があるってのも面白いポイントだね。それでは早いですがカスタマイズに移っていきましょう。まずやっていくことといえば、手や足を生成することかな。ですね。まあ持っているパーツの都合上一部違う部分もありはしますが、画像の通り本キットに加え、オプションフェイスのカラー B セット、ルルチェの手足、何か好きなオプションヘアがあれば、このように大人体型となった手や足を生成することができるのです。お、これはこれで新鮮だね。ボディのメインカラーがホワイトだから手足の成型色とも合ってるし、リングや靴底のピンクもいい感じのアクセントになって、より可愛らしい感じの雰囲気を増幅させているような気がするね。今回使用したヘアパーツは2段に収録されていたこちらのブラウンヘア。前髪こそ違う形状ですが、それ以外のパーツは手や足のものと共通の形状なので、割と違和感なく手や足っぽくできているような気がしますね。できれば4段に入ってるピンクバンテや足ヘアがあればなお良いんだけど、ないから仕方ないね。でフェイスパーツはオプションフェイス付属のものを使ってるわけだけど、気持ち暗めの表情ばっかりなのが改めて見るとちょっと気になるよな。まああのオプションフェイスセットはそういう表情を補充するためのものだったのかもしれませんし、手や足やファルファリーナを入手する以外では、8月頃に出るカラー B のスデス足セットに付属するのっぺらぼうフェイスだったり、いっそのことこのオプションフェイスの印刷を消してデカールに貼り替えるという手もあります。そうだね。デカールは既製品ならたくさん種類があるし、来月まで待てば30ミニッツシスターズ公式のデカールセットが発売されるし、どれを使おうか迷っちゃうくらい種類が豊富で、デカールを探すためにネットショップを見るだけでも満足しちゃいそうになるよ。ちなみに直近で言えば、つい最近ことぶき屋の新ガルプラシリーズの一つ、ソーアや少女庭園のアイデカールを買ったので、サブチャンネルのメインキャラになるマトリカの制作に使っていく予定だったりしますね。あの子のボディには結構大掛かりなカスタムを施してあるみたいだし、せっかく作ってるんだし、いつかちゃんと公開してよね。最後に見ていくのは他の GK オプションボディと組み合わせることで、カラー B、テアーシャ以外のシスターにも対応させてみる。というものになります。まずはこれ、カラー A バージョン。お、これも手持ちのパーツを使ってできるだけリシェッタに近づけるように作ってるっぽいね。ヘアはヘアスタイル一段の黒目かくれヘア。フェイスはこれまたオプションフェイス付属のものを使用し、ボディにはリシェッタ向けに発売された G01 を使用しています。なるほど。唯一色を組み替えで合わせられない胸部装甲は丸ごと入れ替える形をとってるのか。でもこの配色ならそのまま使っても割といいかもしれないね。そしてちょっと色を合わせにくいところではありますが、 G01 は太ももがグレー成形というこれまた珍しいパターンなので、ここはアルカカルテイの太ももなどに差し替えてみるといいかもしれませんね。2つ目はルルチェ向けの褐色肌ことカラー C。使
使っている各種パーツは私のボディとして試作中のやつだね。髪はヘアスタイル一段のピンクツインテール、フェイスはルルチェのものをデカールに置き換えたものとなっています。ふむ、自画自賛しようってわけじゃないけどさ、肌カラーとしては暗めの色に当たる褐色と超明るめのホワイトにピンクが組み合わさることで良い感じにお互いの色合いを引き立てられてて、すっごい相性がいいように思えるよ。こういう感じで暗めの色と明るめの色を組み合わせてみるというのも結構面白いのかもしれませんね。というわけでちょっと短めでしたが、カスタムまで見ることができましたね。今回のボディの最大の特色は何といっても成型色メインカラーがホワイトなこと。このおかげで塗装のベースにも向いていると言えるし、その関係上パテもリアランナータグ、プラバンなどを貼り付けて改造するベースとしても優秀だってわけだね。なので、できれば安定して入手できるようになってほしいなぁとまたもや願うばかりですね。とりあえずこれを元にした貝作りにも挑戦してみる予定だから、良いのができたらまた紹介するね。